庭菜園ライフ。板橋で菜園をしている渡辺です。今日は7月のオクラ栽培、安定して収穫するためのポイントをご紹介します。7月になるとオクラの背丈も 40〜50cm ぐらい大きくなり、花が咲いて実の収穫が始まります。収穫の喜びを感じる時期でもありますが、この時期のしっかりしたお世話が秋まで長く収穫するための必要なポイントとなっていきます。今回は7月のお世話で特に重要になる下葉かきや病害虫対策、追肥、強風対策などをご紹介していきます。それでは行ってみましょう。それでは7月のオクラの生育状況を確認していきましょう。高さが40センチから50センチぐらいになれば、そろそろ収穫の時期になってきます。背丈がどのくらい伸びているかというのは一つ目安にしてみてください。そして実がそろそろつき始めてきますので、収穫の準備を始めていきましょう。オクラの実というのはあっという間に大きくなってしまいます。収穫が遅れないように実の状態のチェックも忘れずに行ってみてください。次に下葉の状態を見ましょう。下葉が枯れ始める時期でもあります。栽培初期に出てきた葉っぱが徐々に枯れてきますので、そちらの状態も合わせて見ていきます。続いてがアブラムシです。植えた直後から少し悩まされている方もいらっしゃるかと思いますが、アブラムシは猛暑とともに活動が弱まります。あまり活発には動かなくなりますが、この時期にまだ葉っぱについているようでしたら撃退しておきましょう。最後は虫食いの葉っぱを見ていきます。綿の名画という蛾が発生する時期でもあります。葉っぱをよく観察してみてください。ということで観察のチェックポイントをご紹介しました。これらのお世話をこまめにやっていくことで長く収穫が楽しめますので、細かな点ぜひやってみてください。それでは7月の長く収穫するためのお世話のご紹介をしていきます。まず1つ目、下葉かきです。オクラの苗が 40〜50cm の高さになると、本葉が 5〜6枚以上展開していきます。下葉の方もどんどんと枯れていき、葉っぱだけが残っている状態のものもありますので、そういったものは積極的にカットしてしまいましょう。下の方の葉は徐々に光合成の役目が終わります。そういった葉っぱは取り除いてしまっても問題はありませんので、カットしてみてください。下の葉に泥がついたりして病気の原因になることもありますので、ぜひ予防の意味でもやってみてください。オクラの葉っぱが枯れかけている時に病気が発生しているという可能性もあります。カビが原因の病気であれば蔓延を防ぐことができるかもしれません。やってみてください。またオクラの実の収穫が始まりますので、実を収穫したらその上にある葉っぱを残して下の葉は撤去してしまいましょう。下に葉っぱが残っていると栄養が上の方に十分に行きませんので、収穫したら下葉かきというのもぜひ覚えてください。続いて2つ目、病害虫対策です。先ほど冒頭で言ったアブラムシはオクラに非常につきやすい害虫です。花や実につきますので、大量に発生すると長く収穫できなくなります。新芽や新しい葉っぱはアブラムシの発生源になりますので、よく見てあげてください。また開花した花にもつくことがあります。アブラムシがついたら歯ブラシやハケで優しくこすって撃退してみてください。油石鹸水やお酢、また牛乳などをかけても対策になります。お酢に関しては100倍程度に薄めて株全体に散布することで、予防対策と成長促進にもつながります。あまりにも発生が多い場合は 2〜3日おきにかけて少し減るまで待ってみましょう。アブラムシが特に危険な理由としてウイルス病を蔓延させますので、モザイク病の感染源になります。しっかりと予防対策をしておきましょう。その他カメムシなどもオクラにつきます。カメムシは実に針を刺して養分を吸います。ただ大きいので撃退しやすいと思いますので捕殺しましょう。最後は綿の名画です。葉っぱを丸めて中で食害をします。致命的なダメージは与えてきませんが、ピークになるとかなり多く発生しますので、細々と撃退してみてください。
発生後少し弱まってきますが、アブラムシを特に注意していきましょう。アブラムシを減らすことで病気予防にもなります。3つ目は追肥です。1株あたり最初の収穫から 2,3 個収穫したタイミングで追肥を始めていきましょう。適切な肥料を適切なタイミングで与えると長く収穫ができます。オクラは栄養過多だと過繁茂になり、葉が濃い緑色でシワが寄ってきます。このようになると花つきが悪くなりますので、追肥は行わない方がいいでしょう。一方で葉が黄緑色だと栄養不足ですので、1株あたり鶏粉を10から20与えると良いでしょう。鶏粉は窒素、リン酸、カリのバランスが良く、有機資材の追肥では有効です。株と株の間に軽く穴を開けて10から20グラム鶏粉を入れます。1ヶ月に1回のペースで今後はやっていきましょう。続いて4つ目、強風対策です。これから台風がやってきます。背丈も高くなり茎が太くなるんですが、倒れないように風対策が必要です。オクラ一本一本に誘引してあげるのもいいですが、畝の中に支柱を4つ立てて麻紐などで囲って倒れなくするのも有効です。このようにこまめにやっておけば最悪の事態は防げるでしょう。オクラの下葉かきを最初にご紹介しましたが、葉っぱが生い茂ってますと風の影響も受けやすいので、そういった意味でも下葉かきは行ってください。強風が吹く前にぜひ対策を行い、完全に倒れないようにしていきましょう。ということで、長く収穫するためのポイントをいくつかご紹介してきました。もう1点特に重要なことがありますので、最後にご紹介します。それは収穫作業です。他の夏野菜同様に収穫が遅れてしまうと、それによって株が弱ってしまうことがあります。収穫タイミングになりましたら、こまめにオクラは取るようにしてみてください。3日から4日ぐらい収穫タイミングを伸ばすと2倍3倍の大きさになってしまいます。そうなる前に少し小さいと思っても収穫してしまうのも一つの方法です。遅れないようにぜひ収穫してみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。